じゃこんにちは。はい、さあ、ゆたかさん、はい、まあ、プロ野球は今優勝争いだったりクライマックスシリーズ争いですごく熱戦繰り広げられてますが、はい、その中で9月1日、現役ドラフト大筋合意、12球団が2人以上選手リスト提出という、こういった先々行っていかないとな、決まりました。そうだ、12月上旬にこの現役ドラフト実施されることがもう決まりました。はい、まだ詳しいことは決まってないんですが、ちょっと待てよ。でもさ、9月1日に、はい、あれし12月に実施しようとするんですよ。はい、でそのルールが、まあ、明確ではないよね。はい、明確じゃないです。だからなんで明確じゃないのにやるのかなって。何を急いでいるんですか。なんかね、急いでる感じというか、2019年ぐらいから、はい、まあ、やろうとはしてたみたいなんだよ。はい、でもなかなかこうコロナがあったりだとか、まあ、先延ばしにはなってたんだとは思うんだけども、ね。はい、何なん。いや、分かんないんだよ。ここ俺も記事を見て、はい、2人以上そうです選手を出すと。そうなんです。12球団が指名対象となる2人以上、まず2人以上の選手のリストを提出する。だから2人以上っていうことは、はい、3人でもいいっていうことでしょ。上限はね、発表されてないんですよ。そうだよな。はい、最低1人以上は獲得しなきゃダメ。各球団がでしょ。 うち今回このリストの中いないんで、いりませんはできないんです。でもさ、はい、いりませんっていうのを無理やりこう押し付けられてもさ、はい、いや、また出れませんよっていうことになるよね。そうなんですよ。これがだから選手にとってみていいものなのか。でもさ、これ選手は発表すんのか。これまだ決まってはないんですけど、選手が発表になる可能性もありますよね。いや、発表になったらさ、はい、もうその球団に帰れないじゃない。そうですし、自分、ね、入りにくいし、居場所なくなるし、で自分はこの球団にいらないってされてるんだなって思われてしまいます、ね。そうだよね。まあ、それだったら2人以上出さなきゃいけなかったら、うん、まあ、プロテクトももちろんあるよね。はい、まあ、そもそもどういう選手が対象なんだ。うん、そうなんですよ。これ実はいや、ちょっと待てよ、はい、出れない選手、出れない選手、チャンスを拡大する、はい、それだけ。そうだとしたらプロテクトはいらないの。プロテクトは、そうなんですよ、プロテクトは書いてないので、でプラスその条件もまだ発表されてないんですよ。例えば、もう変な話ですよ、去年、一昨年ドラフトに引っかかって入ったんだけど、全然使われないし、この球団嫌だから、出たいですで出られるものなのか、出せるものなのか。いや、だからさ、選手に聞いた方がいいよね。まあ、集めて出たいやついるかって、現役ドラフトがあるけどもそこに出たい人いるかって、まあ、いたとしたらさ、どの球団に入りたいかっていうのをやっぱ明確にしといた方がいいよね。そうですね。ただ好き嫌いとか田舎がこっちだからとかそういう理由じゃなくて、この目的は出場機会を求めてのことだから、いや、お前そこ行ったって村上いんのにって、お前サードしかできないし、村上いんのに出れないでしょみたいな、そうなると困るから、はい、ただ好きとかファンとかじゃね、うん、だから、まあ、どっかの球団、ああそうだな、あそこのポジションはお前とお前ができるし、うん、まあ、チャンスがあるかもなっていうふうに納得して、うん、じゃあ出たいんだなって、この球団でいいんだなって、うん、そして席について交渉すりゃいいのにね。つまり選手が出たい、このチームを出たいです、こういう理由なので、でプラスアルファ出たらこのチームに自分は行きたいですっていう希望を書いておくと、ね、うん、書いておいた方がいいと。でその希望の球団に出すと、その各選手を、うん、そうそうそう、で交渉の席に着くということです。まあ、その方が後腐れなくていいと思うけどね。ただ球団がもうピックアップして、うん、はい、これとこれいらないから、うん、まあいらないからって言ったら変だけど、うんうん、いや、まあこう出る機会がないよねっていうようなことになってくると、うん、じゃあこの2人と行こうと、うん、で名前を公表されるのかどうかわからないけども、うん、そこでどっからどう取っていくの。確かにまた9時もうなんかこうバーンと投げて、はい、じゃあこんなからじゃあドラフト1、うん、この選手19したらまた9時か時間そう時間がかかる、その、まあ、時間がかかってもいいんだけどさ、あとは今シーズン最下位のチームなのかなのか、ウェブアーかね、うーん、なのかっていうのは、まあ、これから決まってくると思うんだけど、ね、だから現役ドラフト自体がダメとか言ってるんじゃなくて、はい、どういうシステムで、うん、どういうルールで、はい、選手を傷つけないようにしてできるのかっていうことだよね。そうですね。いや、俺がお前球団にいて、うん、だから現役ドラフトの候補だからなって言われたら、はい、ガクッときちゃうよね。
まあ、ここのチームにいたいと思っている選手であればそうですよね、手を挙げたら別だけど、はい、急に言われたらさ、うん、じゃあこの球団ではもうクビなのかとか、うん、そういう想像すらしちゃうよね。そうですよね。で結局そのリストに出されてやっぱ誰も取るとこなかったから、また来シーズンもうちのチームでってなった場合、モチベーションとかも残念やったな、頑張れやって全員やったし、そんな気分にならないからってならないですよね。はぁ、みたいになるからね確かに。プラスじゃあずっと一軍の試合に1試合も出たことない選手がリストに挙げられるのか、それとも、いや、まあでもね、はい、球団の編成ってファームを見に行って、はい、うん、一軍に行かなくてもどのぐらいのポテンシャルを持ってるかっていうのは、うん、足を運んで見てるからさ、はい、だからそれは分かると思うんだよ。ただ不公平さが出るじゃない、はい、こっちは300試合1軍の試合に出てますと、うん、ある程度の数字を残してますと、うん、こっちは何にも出てませんと、うん、はい、しかも 無償ですよね、無償だよ、これはね、うんうん、現役ドラフトは。いや、だからどこまでの選手をこうピックアップして出すのか、ばらつきがあるな、ね、まあ、あるのか、それをなくすために今ルールを一生懸命決めてるのかわからないけど、まあ楽しみではあるんだよ、もちろん楽しみではあるんだけど、うん、ただ選手が傷つかないようにはやってくれと。そうです、ね、これね、プロ野球で、まあ、俺も経験したけど、くじ、はい、で決められて、入りたいプロ野球、まあその時ファンがあったよ、はい、あの球団に入りたいっていう、だけど入れずに、うん、まあ、そこに身を置いてでまた現役ドラフト、うん、また9時みたいな、もう嫌だよと、嫌だよとスカみたいなとか、マジで人生ですもんね。いやいや、だからそれはさ、人権がないというかさ、はい、職業の選択肢の自由がないというかね、うん、選手を追い詰めるようなシステムだったら、うん、選手が、ね、主導でここに行きたいっていうぐらいは、はい、俺やってほしいなとは思うけどね。そうですよね。だからこの現役ドラフトは、例えばその球団の編成だったり、その球団側が選ぶので選んでリストにするのではなく、選手、手を挙げた選手っていうのをまず考え主にしてほしいということですよね、出たいっていう。いなかったらどうする。いや、そこなんです。だって一人以上、おめえだおめえだっていう、それおめえだみたいな。いそうですよ、だって一人以上、それはいや、それはかわいそうだよな。だっていや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 、ちょっといやみたいな。いや、本当です。これじゃあ選手主導にしましょうってなった場合、でももう2人以上は出さないといけないって決まってる中で、誰も手を挙げなかったら強制的に選ぶしかないんですもんね、勝手に。だって2人以上出さなきゃいけない。そうなんです。そうなったらそうじゃん。これいや、うちは、うん、ね、今回居心地がいいのかわからないけども、はい、1人も手を挙げなかったと、うん、だから今回は現役ドラフトは遠慮します。遠慮します。それでいいですよね。それでいいと思うんだよ。でもダメなんですよ、いや、分かってる分かってる、ダメなんですよって俺を説得するように言うけど、これ、いや、それは分かってるんだよ、分かってるけど、どう、いや、だから、まあ、それはいろんなルールがある中でね、はい、まあ、でも本当に思うのは選手会側から出た案だからね、うん、はい、だからそれはもう大変だろうと思うけど、うん、なんていうのかな、まあ、確かにチャンスが与えられない選手はいるよね、うん、はい、まあ、例えば、まあ、中村がいてさ、はい、内山がいて、うん、で松本がいる、うん、古賀がいるって、ね、そうなったら、いや、どうせ中村さんの後は内山でしょって、うん、なったとしたら、はい、仮によ、はい、なったとしたら、いや、俺今の若いうちから出たいわって、うん、思う可能性もあるよね、はい、もちろんあります、うん、だから他で勝負したいっていうのはあるよね。ありますよね、うん、あと例えばですよ、これも仮にですよ、例えば京田選手が、俺まだショートで全然、京田好きだね京田気になってしょうがないそうです、もうあれ以来です、京田選手と坂本選手のあれ以来、いや、俺出たいと、できると思うんだって言って手を挙げ、いや、お前は出せないって言われたら、お前は内野手だから唯一の外野しかいないんだから、じゃあ自分で出してくださいって、まあ、そういう可能性あるよ、ね、ありますし、でもそうやって手を挙げたら、うん、ああ、じゃあうちではやりたくないんだなと、そう、またそうやって印象悪くなっちゃうんです。いや、うちではチャンスを見出せないんだなと思うじゃない、うん、はい、そしたら出してあげたいと思うよね。でもそうなってくるとさ、うん、秩序が乱れてくるんだよ。あ、今度は、うん、まあ、どうせ俺現役ドラフトでもう翌年もう手を挙げちゃうから、
ね、もうポロッと言うかもかな、新聞記者に。いや俺現役ドラフトで出たいんだよねって。そう、ネット記事になる。ネット記事になったらさ、いや出たいの出してやるみたいなさ、うん、また賛否があるじゃない。難しい。いや難しいんだよ。だから本当にしっかりしたルールの下でやらないとまた問題になるしね。で例えば一軍でバリバリ活躍していても、例えばフロントだったり首脳陣とあんまり仲が良くないと、いや俺こんなチームでやっぱやっていけないってなった場合、俺出たいですドラフト、現役ドラフトでって言ってもチームがダメって言ったらダメなんですよね。もうダメだよね。そうですよね。いやだからそうだね、もうね、現役選手っていうのはさ、うん、FA 取るまでは辞める権利しかないんだよ ね。 そうなんですね。あとは全部球団主導で やられるんだよ、うん、だからもうこれはもう契約上の問題だから、まあ、これは仕方ないんだけども、はい、ただ現役ドラフトっていうのは新しい制度じゃない、うん、だから新しい制度にはやっぱりより良いさ、うん、制度であってほしいし、はい、何よりもやっぱり夢を叶えてプロ野球選手になった人たちばっかりなんだよね、うん、それまでの努力だとか、うん、積み上げてきたものがいっぺんに崩れ去るような、はい、そういうことだけは避けてほしいな。そうですね。でしかもまたリストには載ったけれども、まあ、結局今いるチームに戻ってくるっていう選手が、うん、そのなんかね、チームのコーチだったり監督と なんか変な不仲になるのも嫌ですもんね。いや、なんか罰が悪いよなコーチも。いやそうだね、お互いに。いやあいつ残念だったなとか言ってさ、ね、現役ドラフトかみたいな、うん、かかると思ってたのが戻ってきちゃったみたいな。戻ってきたって、おいどうしたのみたいな。そう、どうする。いやそうなんですよ。こんにちはとかって、あ、こんにちはみたいななっちゃうんじゃないの。いや、居づらくなっちゃうの、お互いが。居づらいよ、まあまあ、まあ、ただね、ならないといいな。同じ釜の飯を何年も食ったやつが、はい、まあ、そういう制度にかかってくると思うから、はい、うん、まあ、そういうことはないとは思うけどね。そうですよね。あと、うん、あと、まあ、そのリストを公表するのか、また例えばそういうあのドラフト会議みたいにその中継みたいな感じでするのか、まあね、あのメジャーのね、そういうシステムをある程度参考にしてるらしいんだよ、うん、ね、まあ、現役ドラフトとは言わないんだけど向こうはね、はい、それに似ちゃうとやっぱ商品化してるからね、アメリカって、まあ、アメリカはそうですよね、ビジネスですもんね、うん、だからそれは国民性の違いでね、はい、まあ、アメリカは良しとしてるとは思うんだけども、うん、日本はやっぱりさ、情とかさ、はい、人情とかさ、うん、いろいろあるじゃない、はい、ないのかな。いやいやいや、あります、やっぱり文化の違いだと思います、はい、ありますね。だからそこら辺は、うん、まあ、選手を守ってほしいなと思うね。そうですよね、はい、何よりその選手が活躍の場を求めてこうしたいっていうことから始まってるわけですもんね。分かりやすいルールを説明してほしいよ、あの NPB 側にはってことですね、うん、難しい言葉じゃなくていやもうわけなんかさ、はい、裁判で弁護士が使うようなさ、効果が落ちるとか、どうのこうのしたとかさ、え、これどういう意味みたいな、もうコート落ちがわけわかんなくなってきますからね。そうそうそう、こうで、どっちがこうでどっちが落ちだったみたいな。そうなんですよ。いやだから分かりやすい言葉でしっかりした説明を期待するし、はい、もう本当にいい制度であってほしいよね、はい、これから ね、やっぱ現役ドラフトって素晴らしい制度だよねって言われるぐらいの、うん、はい、あのシステムになってほしいよな。そうですね、はい、はい。